魔族は日本のお笑いコンビ。2003年に結成。ホリプロコム所属。佐渡山と旧メンバーのマゾデンは地元。最初のコンビ名は電光魔族で、後に現在のコンビ名に改名。なお、コンビ名はマゾとかけている。フリーで活動した後、2008年にフリー芸人によるコンテストキングオブフリーで優勝。 これがきっかけでニュースタッフエージェンシーにスカウトされて所属となる。2016年12月をもってマゾデンの脱退によりコンビとしての活動を休止。その後は佐藤山がピンとして活動していた。2017年10月より新しい相方としてマゾちゃんが加入しコンビ活動を再開。2020年5月31日をもって 所属していたニュースタッフプロダクションを退所。翌6月1日からフリーで活動。その後、ホリプロコムに所属。SM 漫才、SM コントをモチゲートし、マゾデンは顔に調教マスク、網シャツに縛られたような感じの衣装で、タイツ状のズボンを履き、サドさんは白のスーツに、ムチというものが、ステージ衣装となっている。最初に、我々の顔と名前と、 性癖だけでも覚えてくださいというセリフをよく言っている。ボケイコールマゾ、ツッコミイコールサドというポジションであり、マゾデンが SM 的なオチのボケネタに持って行った後にサドさんが無知でツッコミを入れるというパターンが主である。なお、マゾデンの小道具には他にも、ろうそく、サルグツアなどもあった。このネタは、ある日の楽屋で一緒になった桜塚役君に SM ネタを勧められて、 始めたという。旧メンバーのマゾデンの衣装はもともと、キッコーレオタードだったが、最近では、テレビのオーディションに合格するためにタンクトップに変えていた。ホリプロコムオフィシャルホームページ。ホリプロコムオフィシャルウェブサイト。2020年7月5日閲覧。ビッグラボンの365日。芸人日記。新宿2丁目周辺で、話題沸騰。本格ハイス M コンビ。 魔族、サンケイスポーツ、2016年7月19日閲覧。ABCDEF、ビッグラボンの365日、芸人日記、新宿二丁目周辺で、話題沸騰。本格ハイス M コンビ、魔族、サンケイスポーツ、2016年7月19日閲覧。M-1 グランプリ、コンビ情報、2020年10月17日閲覧。 web.archive.org 旧公式プロフィール2020年10月17日閲覧魔族がニュースタッフプロダクション対象今後はフリーで活動お笑いなタリー2020年6月8日閲覧魔族マゾデン M 魔族マゾデン M の究極の快楽への道二千二十年十月十七日閲覧ビックラボンの六十五日 芸人日記、新宿二丁目周辺で話題沸騰、本格ハイス M コンビ、魔族、ケイスポーツ、2016年7月19日閲覧、ありがとうございます。